皆さんこんにちは、みさおです。はい、第6回船券王決定戦になりました。はい、第5回はですね、見事なまくり差しで野中選手が6コースから1着ということで、びっくりしましたね。22万周さすがにちょっと6前前はあの1万円の中ではね買えないなという感じでございましたが、船足はもう完璧でしたね。さすがに16だったらうわーとか言ってたんですけど、もう651はちょっとさすがに狙えなかったです。はい、ということで、第6回は当てていきたいなと思うんですけれども、今回の予想はこちらになります。ででん、はい、いい信頼で、まあ、今回も行きたいかなと、大村ですしね。はい、ということで、1の石倉選手から狙っております。外枠の3選手の船足がね今節見てていい感じかなと思ったので、外のここですね、2人大神選手と小坂選手を中心に対抗格でね狙っていっております。1からの4554に各2000円、そして、14の26に1000円、15の26にも1000円という感じにしております。権藤選手が多分この中でもしかしたら船足が抜群にいいのかなという感じなんですけれども、道中さばかれちゃう可能性が高いかなと。今回もまた6前前あるかって思って、最初に書いてそこから計算いろいろしたんですけど、まあ、1万円じゃ足りなかったんですよ。なので、今回はその6前前はなくしました。はい、で、その石倉選手中心にしてますけれども、まあ、やられてしまうとすれば、4かなということで41流し、ここに各500円と、3号艇の、選手がへこんでしまった場合、安田選手がへこんでしまった場合ですね、強襲しての4546とかも考えてたんですけど、それでも、間に合わないなと、1万円じゃ届かないということで、41のみにしました。この1万円で果たしてどうなるのか気になるところですけれども、ちょっとロック頭も抑えようかななんて思いつつ、優勝戦楽しみにしたいと思います。